こんばんは。今日も、自宅からの撮影になります。今日一日雨降ってたんでね。はい、それで今日は、収穫物の袋詰めを、見ていただこうかと思います。はい、じゃあ始めましょう。今日は、ナスと万願寺を取ってきましたので、それの袋詰めを行っていこうと思います。だいたいね、これで週末というのかな、売り切っちゃいます。だいたいなくなっちゃいます。いつも出している飯能の直売所は、イリス1袋何グラムかっていうのと、あと値段が、大体の値段が決まってます。でも基本的には、値段の付け方は自由っていう風になっています。で、基本はナスは1袋300です。じゃあやっていきましょう。出荷の前に手袋をします。手袋のつける理由は、食品を扱うのでなるべく素手で触らないっていうことと、それから柔らかい野菜なんかは爪で傷がついてしまったりがありますので、こういう手袋をしています。で、袋に入れるときに一回、虫食いがないかも、傷や汚れがないかも確認をしてます。で、さっきのちっちゃいのなんかは、こう2個で 300g ぐらいになるように、これ400超えちゃうね。なるべく300に近いように、これ300ですね。これだったら1袋で入れちゃいます。ちょっと300出ちゃうんだけどね。あらら、300は少しぐらい出てもいいんですけど、足りないっていうことがないように気をつけてます。やっぱり自分も立場が変われば、買う側になりますよね。そういうのを考えて、自分だったらお金を出して買うのかな、どうかなっていうのを、基準に考えています。次ですね、はい、次はね、万願寺唐辛子と、シンクロナス、それからね、長ナスを取ってきました。長ナスもね、そろそろおしまいかな。ちょっと小さめも取ってきちゃいました。万願寺は2種類がありまして、去年種の交換会でいただいてきた種と、それから市販の種を、撒いてます。なので、こちらが、いただいてきた種で撒いた万願寺唐辛子で、こちらが、市販の種の万願寺唐辛子です。ちょっとね、形がやっぱり違うんですね。これいくら待っててもこういう長くならないんですね。三角な感じで、なるべくこう品種を揃えて入れてあげた方が見た目がいいので、三角は三角で1袋、こっちの長っぽそいの長っぽそいので、分けて袋詰めをしていきます。で、その時に、実はね、こうすごく大きいのと、普通サイズとあるんですけれども、なるべく大きいのは大きいので揃えてしまいます。これもやっぱり見た目ですね。いろんな大きさのものが一袋に詰まっていると、なんだかバラバラしていて統一感がなくて見た目が良くないんですね。これもね、ちょっと自分で袋詰めをしていて気がついたので、大きさが揃っているものを入れるようにします。
小さいのを選んで取っていくよりも大きいのをね、まず選んで取っちゃった方が作業がやりやすかったので、私はそのようにやってます。はい、それではね、やっていきます。今日はね、ナスと一緒になっちゃってるんでちょっと見づらいんですね。ちょっとナスを移動させたり、もうね、あんまりナスだけで一箱取れなくなってきたので、一緒に入れて持って帰ってきちゃったんですね。で、こんなにこんな大きいのがありますね。それから、もう一つポイントですね。こういうところから虫が入りやすいです。これはね、黒い点だけど模様みたいですね。あとはこの胴体の部分とかにも虫食いがあるので、一周こうやって見て OK だったらこっちの計測の方に入れていきます。これがさっき言った三角のタイプですね。まあ、せいぜい大きくなってもこんなもんなんですね。こういう風にまでは長くはならない。同じ万願寺なんですけど、種取りをした人によってこうやってちょっとね違ったりするんですね。それから前回だったかな、こういう風に黒い色がついてしまう万願寺唐辛子とかピーマンとかあるんですけれども、これは強い日差しに当たってしまったせいで、人間もそうなんですけど、強い日差しから身を守るためにこう黒くなって自分を守っているんですね。見た目はちょっと黒くてあれっていう感じなんですけれども、味とか食味には全く問題がないです。なのでこれをこのまま出荷してしまいます。収穫の時に一回虫がいないかどうかを確認してから持って帰ってくるんですけど、やっぱりね、外だとちょっと眩しすぎちゃって見落とすんですね。はい、見つけました、言ってるそばから。これ見えるかな、ここね、虫の穴なんですね。ちょっと開けてみます。中から虫出てくると嫌だからやめときますか。うん、こういうのはね、廃棄です。畑に戻します。うわ、これ大きいね。規定の量を超えるようにしてます。少しでもいいから。こんな感じ、202とかだといいかな、ちょうどいいんじゃないかな。で、今度はさっきは10号だったんですけど、今度は8号の袋に入れていきます。よいしょ。これも方向を揃えて入れてあげます。こっち向きだったりこっち向きだったりしないんですね。こう頭を下にするんだったら下、そしてこう何回かねじってバックシーラーで留めます。はい、こんな感じね。はい、じゃあね、これも作ってきますよ。大きいのをね、先に取っていったっていうこともあってだいぶ減りましたね。やっぱり大きいのを先に取るとこう減りが早いので、その後が作業がしやすいですね。はい、うちではね、販売促進シール、販促シールって言って、こうお客さんにねアピールをするようなシールを手作りで使ってます。これがね、汎用シールって言っていろんなものに貼れるタイプですね。それから、これが品種ごとのシールですね。万願寺、これが長ナスね、緑ナス、こちらになります。今この3種類と汎用シールを使ってます。じゃあまず最初に、じゃあ長ナスいきますか。それと同時に今日はというか、JA さんの出荷の準備ですので、値段シールをねもらってきてますので、これもね一緒に貼っていきます。じゃあ長ナスのシールね、
ね、ちょっと手間なんですけど、自分でプリントしてるもんでね、こうなっちゃうんですけど、見えやすいところに貼って、で長ナスのシールがあったかな、あるね、長ナスのシールというのがあるので、これを貼ってあげます。はい、これで出荷の準備出来上がりです。はい、これを全部のお野菜にやっていきます。で、値段のシールなんですけど、このね、バーコードを読み取って、あの売上を職員さんがね、 JA のお店の方がピッてやって売上を上げてくれますので、なるべくね、こうシワになったりとか折れたりしないように気をつけてます。これ普通のナスです。これは汎用シールでいきます。普通のナスって言っても、あのシンクロナスなんでね、固定種の、自家採取固定種のお野菜になります。でこれは、300g で150円って決まってますので、150円のシールを貼っていきます。ナスって書いたらね、150円。はい、こんな感じ。シール貼り終わりました。で、ね、値段のシールがないのは、明日お店に行ってから、シールを発行して貼っていきたいと思います。みんなに喜んでもらえるといいな。はい、今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。Thank you.